皆さん、こんにちは、大樹です。えー、コーチング学びたいとかね、それからスクール選びしてるっていう人から、アナザーヒストリーの、えー、カリキュラムってどんなんなんですかとか、どんな感じのクラスなんですかって聞かれることがあってで、これ重要な質問ね。で、とても重要。で、なんでかっていうと、やっぱりスクールによって全然違うから、ね 何を考えてる何を大切にしてるも違うし、ね、どんな教え方してる、ね、どんなトレーニングしてる違うしでどんな先生が教えるかも全く違うしで、えー、あとはどんなクラスメートがいるかね全然違うからでなるべく一時情報に触れるといいよね。で 本当はだから作る見学行けたりとかさするといいし先生の考え方きっちり聞けたりするといいまあうちで言ったらねあのビデオも出したいいっぱいクラスの様子のビデオも出してるしそれからあの本なんかも書いてみたりしたのであのー、ねそういうのにアクセスしたり、まあ、説明会来て雰囲気見たりねまあこうしながら比較をしてもらえるといいと思うんだけどなんかそのカリキュラムみたいなねことともう一個あの別に 重要ななな質問があってそれれはどんんコーチになれるんだろうなんだよ、ね、結局カリキュラムとかってさあのプロセスの話でねゴールの話じゃないわけさで結局何を目指してんのとかどんなコーチになることを目指してんのでどんなコーチに。 なれるのっってていいうことに関心を持ほしいんだよねだってプロセスがどうであろうがさ最終的にどうなるかっていうのが、まあ、重要っちゃ重要でコーチング的にはねだからそのどんなコーチになれるんですかとかどんなコーチングができるんですかっていう問いも大切だしでもう一個はそもそもね自分はどんなコーチになりたいんだろうっていうあの問いを持つっていうのもすごい大切だと思うんですよね。で えー、なんかさどんな人相手にさどんなテーマでとかねでどんな感じでセッションしたいのかっていうことをイメージとしてほしいのよでイメージしてって言われても難しい人はやっぱりいろんなコーチのコーチング受けてああ自分こんなのやりたいとかこういう風にやりたいとかねっていうのを見つけるのもいいしやっぱりいろんなコーチから話聞いてああ確かに自分そういうのやりたいかなを探してもいいんだけどとにかくそういうイメージ持った方がいいよだって ね、最後さどうなりたいかっていうあーのーことが重要なはずでねでだってすなんかそこなしにさなんとなくカリキュラム聞いてよさそうってスクール行っても本当に自分が望んでるコーチになれないかもしれないからねっていうかあのその可能性は十分あるわけですよだからなんか最後自分がこうなりたいっていうイメージに基づいてでそのコーチに近づけるのかどうかねそのスクールのカリキュラムだのさ狙ってるねその、えー スクールの期間が終了した時になんかこういうコーチになってほしいと思ってやってるんだっていうのがあなたが望んでることとこの合ってるかどうかっていうことをぜひ、えー、探ろうとしてほしいしそのことをねあの問いかけてほしいんだよね。でそうすると、まあなんかさあのー、自分が、えー なりたいコーチにねあの近づくのを助けてくれる場所にねスクールがなるんじゃないかなということです。だからぜひコールに興味を持って、そして自分の中でもどうなりたいのかってことをねあのイメージしてみたらいかがでしょうかという話です。それではまた。